おはようございます。釣り子 TV です。今日はですね、3月4日琵琶湖に来ましたよ。今回は、数日間ね、車中泊をしながら琵琶湖の春のデカバスを狙おうっていうことで来てみました。毎年春先に最近ね、琵琶湖に来てるんですけども、まもなく目的地周辺ということで、そろそろ琵琶湖が見えてくるんじゃないかなと。あ、来たー。この止まる気持ちいいですね。この止まると目の前に、うわー、琵琶湖来たー。去年のあの24時間テレビの遠泳でこう北湖を横断しようなんていうね、撮影で来てたりしたんですけども、それ以来ね、半年ぶりぐらいですね。うわー、やっぱ気分が上がりますねっていうことで思い出したんですけど、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録お願いいたします。去年は、いくつか魚ね、おかっぱりで釣ることができたんですけども、こう東京から走ってきて、ポロッと琵琶湖に来て、ブラックバス釣れるのかいなみたいなね、そんな感じでも、動画作っていければな。まだね、全然、何回かしかねチャレンジしてないからわからないことだらけなんですけども、だからこそ釣れた時に気持ちいいっていうね、こういったことになってますので、釣り子 TV 琵琶湖遠征編スタートです。3月4日の琵琶湖に来ましたよっていうわけで、今日はこれ冬にね買って試したかった、これね、エバーグリーンのインスパイアザプレゼンス、伝説の竿ね。まずはこんな竿で追っ始めたいと思います。春の琵琶湖、今日ちょっとね寒いけど、でも今のところローライトで雰囲気ムンムン。じゃあ最初のポイントからスタートしてみたいと思います。頑張ります。お願いします。よっしゃー、気分上がりますね。立つと眠気吹っ飛びますね。おい、これ原さんの亀山スペシャルそのままつけてきたんですけど、さあプレゼンス活躍してくれよキャスト。いやー、琵琶湖いいなー。これでもしかして食ったら60アップかもって言うだけで気持ちいいよなー。うん、徐々にね、 SNS なんか見るとカバスキャね、以前ほどは聞かなくなったなんてね、まあまあそういうのを読みながら琵琶湖に思いを馳せるってのが楽しかったりするんですけど、とりあえず何していいか分かんないから、カバースキャットを沖に投げてちょんちょんとツージャークってのをやってみたいと思います。あのな、なんでそんなに持ってくのっていう、こう糸がスル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 って出てく、あれを経験したくて。そのために何時間だ、およそ6、7時間かけて琵琶湖南湖に立っております。ね、ちょっと濁ってんのかな、あんまりね普段の水色ってのは分かんないけど、少し岩は一応見えてるけど多少濁ってるのかなという感じ。
言ってもまだ3月4日だからねえ、こういうそこをじっとり狙っていいんじゃないかなと思うんだけど、今当たったかもしんないですね。今日のこの瞬間だけすげえ元気ですよ。これでまるちゃんにやられ、原さんにやられ、どんどん心が壊れていく。原さんはこっち巻きなんですね。はい。ああ、素早い巻き取りはこっちの方が慣れてるから、マルチはミドストからなんですね。あれサイコロ。でもどっかで俺もな、練習したいな。ホッコだとあの岩カビカビですぐ引っかかっちゃいそうで怖くて投げらんないかもしれない。それこそだからボートで沖出て、沖からひょいって投げるのはサイコロやってみようかなと思って、アップヒルでガキって入っちゃったらもう救いようがなさそうな気がしちゃって、この投げでそこでブロックして、この投げだったら田中丸出せるなとか。でもここ乗り込みが大変か。スパイクで乗るわけにもいかないしな。朝バズメ効果欲しいな。いい感じの頭虫がプンプン飛んでるっすね。へいへいへい、へいへい、俺にも釣らせろ。これどうなってんだ、これだったら投げれるかな。6インチだとさ、俺の琵琶湖用のスピニングとかじゃないからさ、きついな。いや、持っては来てるけどね。ケツ半端ね、穴開いてます。ああ、バレた。そうなんだよ。今回これをセットでいいな。何？え？何やってる？な、ミドスト。デスミドスト。あー、今回スピニングの部はこの人でいいな。この竿がいい。素晴らしい。あと2本あるけど、え、全員首、全員首になりました。巻くんだ。この濁りはなあ。次どこ行きます？もう次の話。大丈夫？耐えられる？あ、風入ってきたな。いや、でももうこれから逃げる術はないんで。ああ、あともうホッコの西岸行っちゃうか。はい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 。西岸のワニとか、うん、あの超鉄火場、琵琶湖一の鉄火場と言われる。ああ、これは何系濁りなんですかね。俺が思うに北にあるあの川の、はい、濁りが入って、ここで管巻いてんじゃないか。ああ。で、ほら、この浜はさっきここまで濁ってなかった。はいはいはい。まだ巻かれてんじゃねえかなと。ああ。あの無駄な濁流ね。そう。去年夏に彦根行った時にあったな。あ、そうっすか。なんか、ホテルの横が川で、ズゴーってすごい濁りのな、超激流の流れがどんどん流入してって、すげえ濁りだった。田んぼとか畑からの流入が濁りっていう。ああ、霊柩のミドストだと着水してとりあえずそこ取んないでもうチンチンやっちゃっていいの？基本はで、レンジ下げたら 1.3g にするとか。ああ、もう重さで刻んでいく。基本は
水面直下ちょいぐらいを漂ってるのがナイス。でも5は結構浮き気味ですけど、6は結構沈むんですよ。はい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 、あの普通にやってても、はいはい、まあ、これでやってて巻きながら手前側では結構ウィードにのウィードのトップぐらいにかすめてる感じの感触なんだよな。あ、どうだったの？何も音沙汰なし。え、何で？タイニーを超ほんと I 字でずっと、あ、I 字でゆっくり、はいはいはい、うわー、それはすごいいいね。もうマルちゃんとかが買うすべもないシマノのまだ売ってない P ラインだ。ああ、それハードブル、ハードブル、それ買おうかなと思ってる。クロダイも何にもまだ一匹も釣ってないからレビューできない。確かに硬そうっすね。硬い、緩んでる時の見てる。ああ、ちょっとよれてますもんね。硬い。でも多分あの柔らかいノンコーティングのやつとかよりトラブんないと思う。こんだけ硬いと、なんかその硬いまんま巻き癖がついて収まってく感じというか、あの柔らかいのって不意になんかすげえことになるけど、それが起こりづらいから俺は使いやすいんじゃないかなと思う。飛距離は落ちるけどね、硬い分。まあ後で投げてみればいい。これが本当スペクトラで強くて06で08の仕事とかしてくれんだったらありがたいなと思って。でも柔らかい08の方が多分飛ぶと思うけど、よくわかんないんで。だからベイトにすごいいいっていうのが売りだよね。ベイトでその柔らかい細いピー特有のもう絶対治らないバックラッシュが起こりづらい。硬いからギリそこに行く一個手前でなんかほどけるぐらいでどうにかなってくれるみたいな。これとだからあと2号もらってるから2号はベイトに入れてまあシーバスで使おうかなと思ってんだけど、エクスセンスに入れて、なんつうのかな、この時期ぐらいから効く夜バルな橋脚打ちとか、そういうのはやっぱ2号とか 1.5 号のベイト P が一番やりやすいからさ。でもたまに80とか出ちゃうから、そんな弱々しいタックルも嫌だし。よいしょ。どこが釣れるかなと。よいしょ。ほっ。あ、水の色マシ。いい感じ、いい感じ。水鳥さんたちがいらっしゃって、よいしょ。ちょっとミドストで狙ってみます。デスアダー5インチ。風に乗っける方向だと結構飛ぶけど、
これ昔の竿だけど、なんかガイドとかが大きくて、でこう適度にダルンダルンってシェイキングしやすいから、昨今のね最新の竿とかってやっぱりガイドがちょっとマイクロになっていたりとかね、今風なセッティングになってるから、ちょっと風強いから無理しないでスピニングでミドスト気味に漂わせて、これでフォコーンとね横っ走りとかしたら気持ちいいんだけどな。どうでしょうか。あ、で今日そうこれねミラベルにあのシマノから新しく登場するハードブルね入れて、でリーダーフロロカーボン入れて、でこうずっとダルンダルンのこういうミドストをやってるんだけど、どうなんだろう、トラブらない、使いやすい、すごいね、こうふわふわな、風もあるしふわふわ巻き取られていっちゃいがちでトラブりやすい状況だと思うんだけど、すごいやりやすいなって、このセッティングでちょっとノーシンカーとかもねやってみようかな。そんな石がゴチゴチしてるとかそういうところじゃなければ結構やりやすいんじゃないかな。水の色はどうなんだろう、どういう状態がいい色なのかわかんないけど、多分すげえいい感じの水色だと思うんだけどな。さっき1個前に入ったところはなんかもう抹茶っちゃって、もうねほんとちょっと移動しただけなんだけど、だいぶ水色が違くてやりきれるわーっていう感じの色なんですけど、春のこういう濁りとねいろいろな要素に誘われて、このおかっぱりでも届く浅いレンジにクルージングしてきてくれればスコーンって始まんじゃないかなって。ただ今までここ2年ぐらいね、カバースキャットすごいらしいって言って、そこをやる釣り、そこをやる釣りばっかやってたから、こんな今 0.9g の重りでふわーっと浮かせるような上のレンジを泳がしてるんだけど、なかなかね一匹釣れてくんないとイメージが湧きづらいから、なんとかなバレてもいいから、あーこれで食うんだっていうな、なんか指針になるあたりとかがあると嬉しいですね。濁りはなくていい感じっすね。バイツ出る。え？バイツ出た。あーいや出ないっす。ノーバイツ。移動ですか？どこら辺？ちなみに、はい。徳島行きの船が、はいはい。12時。はい。ああ、今10時半。
北方面に動き出しちゃう中飯。そうそうそう、了解、戻ります。これから夢の島にスペシャルな武器を持って行きますよ。見てください、デストロイヤーにインスパイア、過去ライバルとしてしのぎを削った竿が日本今ここに。行きましょう。どういうキャラ。なんか気温もいい感じっすね。なんかね、寂しいかこれずっと見てるだけで飽きないね、その水色。ジンクリア、ドクリアアップよりいいんじゃないの、うん、よっしゃ。ちょっとね、沖島探検しながらポイントを巡っておりますが、ちょっといい足場があったんで、この辺りからスタート。ちょっとどうしようか、カバーズキャット入れてるのかな。うわぁ、全然今ね、何個で午前中やってたんだけど、水の色が違う。すごい。やっぱりクリアですね。どうだろう、この三尾筋のあたりにその深海出て、そよそよって入っていい感じ。はいはい、ちょっとミドストア一回休憩して、これね、上州屋さんで買ってきたサイコロラバーね、釣れるんでしょ釣れるんでしょってね、他人ごとに。なんか琵琶湖ですげえ釣れてるっていう噂を聞いて、サイコロラバーで来る時に車で一応予習して、50センチぐらいの長めの針下、こう重りつけるところを取って、ほいでタングステーション 3.5g とか 5g でやるって書いてあったから、ちょっと今日 5g でやってみようかな。サイコロラバー、上昇シュリンプどうでしょうか。おいで、盛り付けて、ここもこのロックエリアで描かりづらい肝とかあるみたいだけど、ちょっとこれよいしょね、ちょっととりあえずやってみよう。これどっちから刺すのかな。サイコロラバー発
ツチャレンジ、こんな感じでいいのかな。よし、とりあえずリグってみましたよ。これやってみよう。あ、投げんのむずい。ちょっと長めの竿がいいな。これでいいのかな。ちょっと長すぎるのかな。気になって見に来たらこうパッパッて動いて思わずパクってくる展開ですよね、これ多分。難しいけど、なんか食ったらよく見る動画みたいに関東だとうおー記録だーみたいなね、魚がポロンって釣れてくれるのかななんて思うと一等に力が入りますよね。よいしょ、じゃあどんどん沖島を探検してきます。おい、ではでは。次のポイント目指します。いやー、3月のね4日だけど風向きは寒い向きだなと思ったんだけど、今のところもうほんとポカポカは言い過ぎだけどね、防寒着込んでるから汗ばむぐらい。沖島資料館、もうちょっとね先の方にワンド状になってるように見えるんでね、春ちょっと浅いとこに乗っかりたいやつらはそういうとこじゃないかなってことで、ちょっとワンド状になってるところの多分地形的にはフラットになるはず。去年ねディーパーであらかた投げて調べたんだけど、春に有効な4メートルとか3メートルとかがフラット状になだらかにあるエリアがあるんで、そこに乗っかってる春バスがいないかちょっと移動しています。 OK 行くよ行くよ行くよ。あー、そんなに飛んでない。よいしょ。新幹転げ落ちた時の振動が、俺の逆、その逆です。感度悪い。うん、サイコロ座欲しいんだよな。サイコロ座を何が一番いいのかね。やっぱ始祖が作った顔じゃないですか。ワイルドサイド6L プラスってパワーなんだっけ。そうですね。うん、で、でっかいのバッタバッタ釣るよね。ここでマルちゃん何回か当たり感じたっていう、カーンって感じの
いい当たりでした。あ、から合わせたらちょっと乗ったけど、そうですね、なんかクルーズしてタイミングでふわーって餌取りに来んとかね、それこそタイミング良かったのかもしれない。ここに来て2度目だかね、3度目だか、マスターなんかここら辺投げてセレクトしてたよなと思って、そこ投げたら当たるっていう、なんか一回立ち寄る立ち寄り場が、このあと夕凪入ってさらにあったかーほわーんって感じになったら雰囲気出るかもね。はい、というわけで、ね、こちらの映像を見てもらいたいんですけど、これはね当日に携帯魚群探知機のディーパーで撮った魚探の映像ですね。水温が 10.2 度っていうことで、いまいちね、水温が上がりきらないといった状況です。でね、過去のデータも見れるので、去年釣れた時のディーパーの映像。はい、こちら。水温はね、この時はもう 16.6 度とあって、非常に、暖かい感じでね、ポロポロと魚も釣れたんですけども、見ていただきたいのは、この、まさにね、やってる同じエリアで撮った、データなんですけども、これは今、岸に近寄ってきて、2メーターからこう、どんどん駆け上がったって映像なんですけども、ここから投げるとね、だいたい水深が、一番遠くに投げて4メートルぐらいまで、まあ、ディーパーで届くところだと、この映ってるような感じで、3.5 メーターから3メーターぐらいまでの、フラットが広がっているっていうね、そんなポイントなんですね。で、今回ですね、ちょっと軟湖の方は濁りがきつくてノー感じで、それで一気にね、沖島まで渡ってきて、で、まあ、いい感じなんですけども、ちょっと水温と気温はね、低めだったので、どこを狙うかという感じで、最終的にみんなね、この3メートルフラットのあたりに集まってですね、ノーシンカーやったりとか、ミドストやったりとか、あとはね、流行りのサイコロラバーを投げたりとかね、思い思いの釣りをして見ているわけなんですけども、この後ね、結構、うおーっていうね、大きなサイズの魚が釣れますので、まずはね、ここら辺の地形ね、これ去年のデータ今流してるんですけど、見ていただいて、だいたい3メーターぐらいで、なだらかな地形が続いて、で、岸際で、まあ最後にポンとね、どんどん浅くなっていくよ。そんな感じの地形のところで、自分もね、横にいるマルちゃんもサイコロラバーを投げて、リアクションね、ちょんちょん。ちょんちょんとツージャークで入れているっていうね、そんな状況でございます。はい、それではね、本編の方に戻ります。レッツゴー。悪いけど悪いけど、俺がこの竿を使ってでかいのかけたら半端じゃねえよ。半端じゃねえよ。それこそさっきなんか話にちょっと出た、はい、土浦9個、これ何本50アップ釣ったかわかんねえかんね。釣れねえんだから、あそこ。これ何番っすか？ F0 だ。 F068 や。なんかそこら辺の当時のガマの竿とかにディスペクトされた先導兄貴が作ってる竿が若干気になる。ああ、セディションで？セディションで、その名古屋町法用のが12月かなんかに出てて、でシーバスとかで使う人用にデカガイド仕様かちっちゃガイド仕様が選べる。リーダー組んでリーダーの抜けとか気にする人はちょっとでかい口径のガイド、いやそういうんじゃなく、まあ軽より軽くてなんだいい人は
小口径ガイドって選べる。ところがどっこいですよ。おっしゃ。マジ。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。すげえすげえすげえ、いい引きいい引き。太鼓すげえな。なんか知ってる。切れんなよ。でも濁いって可能性もあるですからね。おお、でかい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 。でかい、 いきなりの。でかい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 。やばいやばい。気をつけて。パニックパニック。いきなりの初日から巨大魚現れる。ゆっくり来よ。釣れんなよ、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 釣れんなよ。でかすぎる、でかすぎる。大丈夫。よし、やった、釣ったんじゃない？やったよ、やったよ、やったよ、お父さん、釣り子さん、やったよ。八日坊主食らってこれですよ。すげえ不定。やった。でも56とかじゃない？いやいやいや、ああサイコロなんだ。糸ザリ、糸ザリザリ、糸ザリって最高でしょう。最高でしょう。ありがとう。でかい。横持ち欲しいっす。さを置いて、あ、それで横持ち欲しい。ビッグワー。うわ、琵琶湖体系。ビワー。尻尾太い。これですか。これですよ。ねえ。やっぱ8ポンド必要っすね。めっちゃザリってる。やっぱシーガーですね。シーガーですか。シーガーですね。ちょっとお魚行きます？行きますか。マルちゃん、髪の毛が邪魔。髪の毛が邪魔。こう、トサカがついた。トサカが。はいはい、お願いします。はい、ゼロ。ゼロ。これは重いっしょ。これは重いっしょ。3キロ余裕だね。あ、そうだよ、3000。マジか。3000万250。魚横にクイッと90度ターンしてもらっていい？あ、うん、そう。すごい、3キロいきなり。おかっぱりで3キロでいきなり出ちゃう湖。3200、まあ、50でいいですか、これ。止まんないけど。325でいいんじゃない？ 328 超えて、まあ、5、5、5。326、326。3200でいい。3200でいい。3200。あ、やっぱない。53。53？ 53。太すぎるよ。まあ、頑張って4。これが琵琶湖か。釣り子さんの前でゴジャッと出してくれる。何回食らったの今年。8回。8回目で。でも8回目で3キロ出んだったら通っちゃうね。8回ぐらいね、くれてやるよ。ああ、全然大満足でしょう。この尻尾超太いね。ああ。トイフ、めっちゃ詰まってるもん。かっちょええ。かっこいいですよ。ちょっとおっぱい触らしてみたいな。やったよ。久しぶりに釣れたよ。あんたすごいよ。あざす。助走ついた助走が。